株式会社、阪急フーズは、加工食品の製造や販売を行っている企業、H2O リテイリングの100%子会社。1929年11月に設立された、上田奈良付製造株式会社から発展した、阪急百貨店の食品製造士会社であった、阪急食品工業株式会社の一部門として、乾物の製造及び販売を行ったのが、始まりである。 2006年6月1日に阪急食品工業株式会社の看物カンパニーが分社化して株式会社阪急フーズとして設立された。同年9月1日付で食品事業グループを統括する中間持ち株会社として株式会社坂食が設立されて同社の子会社となった。2016年6月1日に h 2オリテリンググループの再編に伴い 株式会社 H2O 食品グループの子会社となった。2021年4月1日に株式会社 H2O 食品グループの子会社株式管理事業が H2O リテイリングに移管され、H2O リテイリングの直接の子会社となった。海苔の産地の佐賀県有明に近い大分県日田市に自社工場を持つ海苔の製造卸を主力としており、2008年度の 売上高の約50%を海苔が占めている。海苔の他にも干し椎茸、たけ、カツオ、昆布、そうめんなど、乾物の製造及び販売を行っており、実店舗も展開している。当初は阪急百貨店の贈答品を中心とする海苔の販売が主力だったため、現在でも阪急阪神百貨店向けの贈答品としての乾物販売が最も大きな比重を占めている。 グループの食品スーパーである、阪急オアシス向けの乾物の製造、販売も行い、その一環として、プライベートブランドの、阪急ハートフルゲーズや、阪急プライムタイムとしての商品供給も手掛けている。その他にも、コンビニエンスストア向けの海苔の販売を中心に、グループ外への販売も行っている。3回銀味の店舗名で、以下の2店舗を実店舗として展開しているほか、 楽天市場にショップを開設してネット販売も行っている。ありがとうございます。